お前がビートで俺がタキシー、ユトピのトヤコです。今日紹介するのはこちら。SH モーションアーツの外眼でございます。1972年版でございますね。いわゆる昭和外眼でございますとね、地球攻撃命令ゴジラ対外眼ね。昭和のさ、ゴジラのタイトルってやたら攻撃的でめっちゃ好きなんですよね。外眼が50周年ということで、地球攻撃命令が出てから50年経ちましたよということですね。もうロゴだらけだね、このパッケージもね。はいはいはいと。で造形 しているのはおなじみ坂井悠二さんということで安定でございますねでなんかお察しいですけども絶 付属品1個も入ってないよねまあ、いいや。じゃあ、開けていきましょうか。待望の昭和外観ですからね。多分、特撮リボルテック、懐かしいですね。以来の昭和外観の可動フィギュアなんじゃねえかなと、思いますよ、重思った。やっぱり付属品はない。まあ、逆に言うとね、遊びやすいっていうことでもあるんで、別にいいし、なんなら、 レビューアーとしても非常にありがたいはいはいあいて取り出していきますよとビニールも取ってあげてうわーうわーうわはいということで昭和外岸ね取り出しましたいいじゃん造形やっぱりさすがですわなはいはいこんな感じでございますよでかいですねやっぱり門圧ということでね非常に大きく作られております尻尾が緩いななんかそして生温かい出来立てほやほやの外岸でございますじゃあ細かいとこ見ていこうはい外岸のお顔はこんな感じでございます しっかりも外外岸顔してますね。これこそ外眼でございますよ。このバイザーみたいなね、目はね、クリアパーツとなっております。えー、凶悪ですね。こんな顔で悪いやつじゃなかったらびっくりですからね。口は開くのかなはい、開くんですよと。中の歯とかも造形塗装されてますね。そんなにでも大きくは開かない模様くちばしにね、 このクワガタの顎みたいなのついてますからね。欲張りですよね。口周りがね。顎みたいなやつも左右に開くことができます。自分で自分の口切りそうですよね。で、この角ですね。ま、塗塞かみたいな感じになっておりますと、はい、すごいな、マジで。ここも塗装は良好じゃないですかね。で、尖ってるし、硬質なので、 破損は注意ですねこの根元の黒いグラデーションみたいなのも非常に塗装が綺麗ですし表面もかなり良さげだよねまあなんか生物の皮膚というよりは本当に当時の 着ぐるみを表現したようななんか石膏をなんか塗り固めたみたいなね見た目してるんですよねいいじゃんねかなり良好な首回りしておりますよでこれまた特徴的なこの金色のお腹とこの腹部の歯でございますねこれすごいよねまじ体の中どうなってんだろうね鱗のね造形は良好ですしゴールドの塗装もめちゃんこ綺麗だねはみ出しとかもないよすごいこのねザラザラ感触りたくなるね意外と滑らかな手触り 優しいですねただこういう緑のところもまた質感の違いとかをよく表現してますでお腹のチェーンソーはですね回すことができるんですがどうやって回すんでしょうかとあ怖いんだよななんか普通に刃物みたいな見た目してるからね指切りそうどうやって動かすんだろうな多分丸とかではないとあなるほど見てこれ上下に 若干動く。このレベルでございます。そりゃそうよね。回転するわけないよね。こんなお腹でね。まあ、変な期待した。僕が悪かったでございますよと。微妙すぎるわ。これをテールスポイントにする勇気。さすがだね。腕はこのようになっております。おなじみのカーマーでございますね。これもまたね、塗装が非常に細かいよ。ほんと、あらゆるところがね、とんがってるので、この手に関してもめちゃんことがっております。そんで、足はこのようになっております。 いますはいはい。爪が1本というね。非常に得意なね、見た目しておりますよ。岩のり巻いたみたいな足してますね。めちゃくちゃ美味しそう。で、3枚の背びれももちろん再現されておりますと。いや、なかなかの造形力よ。で、ここがめちゃくちゃ痛いんだよね。もうね、針なんですよね。芸というよりは。逆に言うとここ扱い注意ですよ。マジで折れると思う。そんで、ちょっと左右に開くことができるようですね。軸が1個になって ますもうツイッターでこの軸折ってぶっ壊してる人いましたね。これはマジで注意しとこ結構慎重に扱った方がいい。よーく見るとね、この薄いさ、翼が張ってるような足ワの寄り方もすげーリアルですね。お見事ですよ、坂井裕二さん。で、これを大量生産品にするバンスピもやばいと思う。尻尾はこのようになって ております門圧いつも通りね細かく分割して動かすことができるようになっておりますトゲトゲもいっぱいついておりますねこれもまた痛いんすよねでさっき見たけどもちょっと関節軸が柔らかめ てな感じでモンスターアーツの昭和版の外観を細かく見ていきましたと、展示がね、サンプルでされていた頃からなかなかのクオリティ増形だったんですが、まあほぼそのまんまで来てくれたんじゃないかなと思います。だいぶ時間かかったけどね、もはや最初に見たのはいつかも覚えてないぐらいですけども、もう今じゃな毒殺リボルテック のこのガイガ持ってる人の方がレアだと思うので改めてねバンダイがね出してくれるっていうのがねようやく仕事してくれたかなっていう感じがしますよねしかも酒井優二さんの造形だからねもうこれが決定版と言っても間、まあ、違いはないんじゃねえでしょうかとまあ特に不良品もでもなかったし非常によく遊べそうなガイガンでございますということで角合い見ておきますか首の回転はこんな感じでまあ、何重関節かもよく分かんないですけどもある程度回転させることは できます上方向はあ、まあ、これが限界かなんか怖いですよね。飛ぶ姿も一応再現できるみたいなのはありましたけども、そんなね、まっすぐは向かないかも。ただ、下側は結構向くんですね。 いいじゃんで、カマの肩はこんな感じ。あ、まあ上がらないね。そんながらで、回転も、まあできるけど、ちょっとパーツがずれそうなのでやめとくと。肘というかもうな、かわいい腕しとるな、ほんとのね、海岸ね。まあある程度曲げることもできますよと。この腰はね、動くわけがないんですよ。お腹にチェーンソーを構えた、わがままボディしてますからね。で、開脚は前後左右、意外と開かせることができるし、いけいていってよ。膝の可動はこんなもん。設置性はちょっと。 とね、あんまりないかなと思いますと。そんで、尻尾はこんな感じでぐにゃんぐにゃんですね。ちょっと、やはり関節が柔らかめなので、重さに若干巻き気味です。わがままボディ長いがんね、よこう見て意外と足が開くから、ちょっと迫力あるポーズができるのが、今回押せるポイントなんじゃないかなと思います。で、顔もね、かなりね、イケメンだからね、めっちゃ じゃあゃこれ嬉しい外岸。いいよね。お腹の方がね、ちょっとボテッとした感じがね、昭和の外岸の特徴ですからね。はい、比較してみましょう。こちら、衛星1モンスター、外岸2004年版でございます。2個目ですから、なんだっけ、スペシャルカラーバージョンでしたっけちょっと名前は忘れましたけども、初版版ではなくて、プレ版で発売したものですね。はい、ついに衛星と昭和の外岸がね、並びましたよと、すごいアレンジっぷりだよな。まあ、よりエイリアンチックというか、ま、あその名の 通りあのアメリカの映画のエイリアンを外ンに足した形がこのファイナルウォーズ版なのかなと思えちゃうぐらいね全然違いますねもうパンキッシュだなファイナルウォーズ版ね釜もでかいし顔は小さいしトゲトゲしてるし首は跳ねられるし昭和外眼よりもめちゃくちゃかセイヌ感はあって面白かったですね飛行外観をするとこのようになりますまあパッケージ通り同じようなポーズはできるんじゃないかなと思いますどこ持てばいいんだよこのね短い 手をさちょっと前に出して飛んで、る感じがすげーキュートだよねでやっぱり、羽は開くんですが、マジで可動軸が細そうなので、そんだけ注意かな。なかなかこのポーズでディスプレイするのは難しいよな。なんか、猛圧用のデカめなディスプレイ台座とか発売してくんねえかね、バンダイ。まあ、別にバンダイに頼る必要ないか、台座らしい。他のメーカーの皮を、昭和のゴージラの猛圧が初代しか持ってないので、一応こうやって退治させてますけども、外観でかいですね。初五時がまあちょっとち っちゃいっていうのもあるとは思うんですが、かなり高め。一応ね。 公式のプレ版のページでは、このゴジラ対外岸版のゴジラもね、なんか発売する予定らしいので、その情報解禁待つしかないですね。あの、ブサカワなね、頃のね、昭和のゴジラだからね、非常に楽しみでございますよ。昭和のゴジラ自体、門扱化するのも久々なんじゃないかな。キングコング対ゴジラとか、ゴスラ対ゴジラはあった気がするけども、そのあたりのゴジラが出るのはすごい珍しい気がする。いや、この調子でさ、ゴジラ対メガロのメガロとか、 外観、ねねね、といえば今までこの2種類でございましたけども、令和になってね、外観レックスというね、新しい外観も出てきましたよね。今のところはムービーモンぐらいでしか立体化されていなかったんですけども、モンアツカはどうでしょうやってくれるんですかバンダイ。やらないでしょうそう簡単にはね。 知ってる、知ってる。いいよ、この外ンだけでも、めちゃくちゃなんか可愛いもんね。なんかやられ役ほど可愛いキャラクターはいないですからね。特に左のガイガンね。どっちもいい出来で、さすが紋圧といった感じでしょうか。 SH モンスターアーツの外観1972でございますけども全体的なクオリティさすが酒井裕二さんということでめちゃくちゃよくできていると思いますサンプル通りのものがね来たとは思いますもう見応えがありすぎるぐらいよく造形しておりますね塗装もね非常に良好だったのでもう文句なしな外観なんじゃねえかなと思いました この関節の緩さはデフォルトなのか、こういう時期だからなのか、ちょっとわかんないですけども、ま、そこまで気にすることでもないので、許せるところではあるかなと思います。付属品も全くもって皆無なので、ほんとこのガイガン本体だけのポテンシャルで遊ぶものとはなっておりますけども、最近紋圧そういう傾向もあるからね、いいんじゃねえかなと思います。欲を言うなら、エフェクトパーツ的なものがあったら、まだ楽しかったんだと思いますけども、それよりもね、やっぱり相手のゴジラが来ることが一番大事だと思いますので、 で商品化決定ということでね詳細を待とうかなと思います。ということで僕のチャンネルではこれ以外にもゴジラ系のフィギュアのレビューをしておりますので是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。